うわっ。この番組は今日のスポンサーでしょうな。お疲れ様。さあ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 やってまいりました。どうも皆さんこんにちは、デスの兄さんマモンでございます。そして、今日はですね、なんとゲストの方、スペシャルゲスト、デクスコアのカナン君、お迎えしております。今日はよろしくお願いします。デクスコアカナンです。あのこういう感じで、あの一応あのね、ビジュアル系の、アーティストなんで、ちょっとこういう感じでふわー。デクスカカーメイです。ありがとうございます。よっしゃ。いや、ついにね、実現しましたね、これがね、大茶番がね、大茶番に茶番すぎる。今日はですね、はい、大好評シリーズなんですけど、本人リアクションシリーズやっていきたいと思いますよ。じゃあ、やっとやっとね、やっとで回ってきたね。ついに予定があった名古屋なんでね。名古屋です。本拠地が名古屋のバンドなんで、ということでですね、今日何を見ていくかと申しますと、お、ででん、この辺に出ます。新曲、デクスカーのセイビア。イエーイエーイエー。俺はこういうサムネ、すっぴんかすっぴんじゃないかそこだけ他は一緒だから。そこは一緒。このセイビアですね、これね、最近出ましたよね。最近ですね。もう大変壮大な新曲が出ましたよと。やっちまいました、ね、やっちまいましたね。すんばらしい曲なんで、こっちていうか、まあ、やばい曲なんで、ちょっとぜひ皆さん最後までご覧いただければと思っております。ご本人の解説なんかも交えてお送りしていきたいと思います。さあ、こんな感じで、このチャンネルではですね、日々リアクション動画とか、ボイトレ関係のお話とか、日々配信しておりますので、スタバの買ってくれました、これに人の金のスタバうめえ間違いない。一番うまいからな。一番うめえ。一番うまいからね、スタバ買ってあげたんで、それにちなんで、チャンネル登録、ですね、していただけると、嬉しいですと。さあ、じゃあ見ていきましょうか。よし。よっしゃ。さあ、どんな曲なんでしょうか。うんうんうん。鏡や。鏡や。鏡や。これ、まごうことなく。デクスコ。うん。まずは無音でね。無音で。来た。綺麗。いい声。いや、間違いない。いい声。綺麗なのよ。誰？鏡。え？お茶碗に。お茶碗に。丸に。いや、でも本当に綺麗だわ。珍しい始まり方。うん、ちょっとピアノ調で。得意のミドルが入って、こっからね。え、なんかこれストリングスっていうの？このこれストリングスですね。そうだね。そう、なんかこれを作るちょっと前に、うんうん、あのちょっと高めのストリングスの音源を買って、うん、あ、そうなんだ。使いてってなってやってしまったなるほど。いや、でもめちゃくちゃ耳聞こえいいというか、いいっすよね。いいね。そう、厚みも出るし、やらしくないし。これはもうストリングスありきで作った。なるほど。感じです。いや、コーラス素晴らしいで、シャウトが入って、得意のミドルが入って、いや、いいよ、めちゃくちゃ、うん、いいよ、ほんといいよ。サポートのマキさんね、うん、あと思いきやまたクリーン、クリーンだね、うんうん、あ、なんかちょっとここまではローテンションだね。うんうんうん。あのビートとかは高いけど、うん、テンションは間違いない。うーん、ちょっとこう、うん、悲しげな感じ。これ歌詞とかもそういう感じなんですか、この辺は。そうですね。ああ、なるほど。割ともうちょっと暗めなんだ。そうっす。なるほどなるほどなるほど。やっぱタイトルがね、セイビア。セイビア。救世主。救世主。っていう意味だもんね。救世主。その辺もかかってんのかな。急に。このリフクソかっこいいの、これね。ドゥ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 みたいな。
かっこいいな、ね、かっこいいよね、耳に残る、なんか戦闘シーンみたい、うん、もう、うん、そう、あのね、うんうん、語彙力がね全然語彙力がね二日酔いだしそうなんだよな、でそこにこう絡んでくるミドルね、うんうん、得意の、ここが一番得意なとこだもんね、そうですね、ミドルでこれが一番醍醐味っていうか、うん、醍醐味だよね、ミドルの時の早口ってマジむずいじゃないですか、むずいっすね、むずいじゃないですか、あれどう処理してんのかなと思って、あれは、うんうん、めっちゃ最初だけアクセントつけて、うん、そのまま駆け抜けるみたいな、あー、じゃあ最初アクセントつけて放り投げた後に、うん、そこはできるだけじゃあキープするってことなんだ、キープしたい、したいよね、勢い止めたくなくて、はいはいはい、なんかかっこよくないシャウトの人に多いのが、うん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 、わかんないですけど、うん、俺のイメージなんですけど、はいはいはい、なんかね、楽しいそれ、うん、文章がいちいち途切れる、わかるよ、うわっ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 みたいな、本当に本来だったら、うわわわわわって言ってほしいんだけど、うわわわわわみたいな。そう。なんだろうね、その、本当に途切れてんだよね。うん、本当に途切れちゃってる。物理的にね。そうなのよ。あれ結構ダサいね。やっぱりシャウトって繋がってた方が絶対聞こいいし。ほんとそう。粒揃いもね、良くなるんでね。うん、それによって。勉強になります。お、素晴らしい。盛り上がるね、バーン入れる、ボーイ、サビ、あ、こういうサビもいいんだよね、こういう、いきそう、いきそう、ションペンストーク、え、やばい、やばっ、いや、これいつも思うんですけど、ギャップやばいよね、はいはいはい、クリーンとのね、クリーンとのこれ大体 C シャープぐらい品質って感じだね、うんうん、あんま意識しないですけどね、そうなんだね、気持ちいいとこだね、気持ちいいとこ、なるほどなるほど、これ結構歌いやすい、おえー、 CBBAA ですね、ずっと高い、うん、まあでも高いですよね、ずっと女性キーの、うん、ちょっとだけ低い女性キーの曲みたいな、ああああああ、イメージとしてはね、でも男子はめっちゃ高いっすね、めっちゃ高いよ、こんな高い、あ、で、後ろのね、気持ちいいね、ステンスがね、そうそう、めちゃくちゃ壮大、そう、後ろのストリングスもね、すごくいい、ちょっと聞こえるんだよ、うわっ、おお、なんかちょっとこう来るんか、なんか来る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 んか、このね、感じね、うわうわうっ、めっちゃめっちゃ低かったよ、やりすぎやりすぎやりすぎ、すごいローね、ローね、このね、うん、デクスからの楽しみ方としては来るなって時来るのよ、そうそうそう、あの俺本当にそれめちゃくちゃ意識してる、あ、してるんだ、めっちゃしてる、分かりやすいのが好きなんだよ、なるほど、いや分かりやすい、あの分かりやすいけど、その技術とかで、うん、なんかシンプルではないというか、うんうんうん、確かに出してる感じはするよね、意識してんだ、このねきらびやかなサビがあってさ、でこれがきつさ、一応一人でやってます、素晴らしい、天才、一応ボーカル一人です、天才です、天才です、決めがいっぱいある。そう。ああ。この辺は解説ポイントが多すぎて。やばい。ちょっと待って待って、もう、ね、やばいやばいやばい。ここはちょっとめくるめくな。G 行為が入りました、ね。うん、何が入った、何が入ったね。カガニーが入った。カガニーが入った。新しいね。ちょっと技術アピールしたくなった。いや、でも、ここすごいわ。ちょっとリズムもむずいもんね。結構このブレイクダウンはめっちゃこだわって。うん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 。なんか、シンプルにはいかない感じがするよね。ちょっとわけわかんない。手拍子だと無理だね。無理。うん、これマジ酸欠になる。本当に。体力がね。
ここからです。ここやばい。ここ酸欠パートです。酸欠パートです。通称。通称。頑張れ！なんかもう富士急ハイランドなんだ、うん、もうカガニーですよねこれは本当にこれもカガニーなんだ、これカガニーマジで酸欠になるっす。ここそうだね、そうライブで、うん、まあセイビア、うん、今の時点で2回やったんです。あもうやったんだ。2回もうフラフラした、これ歌い終わったそうなんだ。教えてほしいな。ピックが4回ぐらい入ったね。4連入ってましたね。4連ポイ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 がポイ活が入ってますね。通称ポイオンが。ポイオンが入ってます。ポイオンが入ってます。ひたすらロー。ひたすらロー。基本的にローで構成されてるっすね。うん、そうだよね。ハイが来るんだね。ハイが来て、ガテラルも入って。ガテラル来たね。来て。ガテラル来たね。やっぱその辺は分ける意識あるよね、多分。ありますあります。あるよね。もう、だってローは結構やっぱチェストだ。うん、ロー結構そうっすね。結構。厚み、うん、厚みよ。ミドルがね。いいね。お、長い、長い。うわ。ごついねここ。いやこれいいわ。ここちょっと珍しくないですか？珍しい。あんまやんないよね、これ。あんまやんないっす。だよね。なんか、ロー語りみたいな。そう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 。あえてこれ、あんまり音色作り込んでないんでしょ、これ。多分、ローとしても。うん、うん、そうっすね。だよね。結構もう、装飾、うん、装飾っていうか。まあまあ、うん、オプションなしの。オプションなしの。感じだよね。うん。ストレートに。で、そこになんか、そのなんかすごい無垢な感じの後ろでやって、なってるさ、そのストリングスがやっぱいいよね。うんうんうん。この感じとこう、これいいよね。すごいなんか。そういうこと。コントラストがこう、いい感じする。全部解説してくれる。全部先生だね。先生。そのブレイクダウンで結構使ってる、うん。はいはいはい。シャウトがあって。はい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 、はい、ぜひ、うん。グロールのちょい上の。おぉ。マニアックな。なんて言うんだろう。外人さんみたいな。うんうんうん。海外チックな。そう、まぁ、あ、ちょっとやってみると。うんうん。普通のグロールが、うん。うーん。はい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 、なってんね。からちょっと上げて、うん。うわーやばっ、なるほどな。ミドルの成分入れてあげるんだ。ああ、なるほどね。そう。なるほどね。二日酔いとは思えんな。そう。でも、今、めちゃくちゃ気持ち悪い。今ので。すげえ。だから、ブーって言うんじゃなくて、ブーそう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 。ラッサーそうそうそう。感じだ。うん。響きで作って、響きで。出るよね。ここも要チェックですね。ぐらいで高いの入ってる、ね、おっ、うわうわっ、うわうわやばい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 、うわうわちょっとかっこよ、かっこよすぎ、かっこよ、かっこよすぎ、かっこいい、頭抱えるて、かっこよ、駆け抜けたね、今の僕なんですけど気持ちいいよ、で、バーンってね、戻ってきたね、そう。バーね、もうみんな言ってほしいです、ね、ここはライブでね、レスポンスだね、ここはね、言えるように作ったから間違いない。そう、ここやばい、ここやばい、ここやばい、やばい、低いここちょっと上がってで、ミドルだね、なるほどね、うわいいな、うわ戻ってた、ただいま、ただいま、うわっ、うわっ思考じゃん、気持ちよすぎる、すごいこれ、いや展開、パレードだ、抜けてきて、いやここのね、メロがほんと好きで、ここね、はい、もういいね、ここ一番お気に入りパート、ここね、一番お気に入り、駆け抜けて終盤にね、近づいてね、
クリーンパートが長めにね、うん、取ってあるよね。うわ、うん、泣きです。いやー、最高です。なんかね、全体的に聞きやすい印象にはやっぱしたくて、うん、なんだけど、うんうん、もうブレイクなんでゴリゴリ言ってるね。そう、本家のリンク概要欄に貼っておりますので、こちらガンガン再生して、今回の動画面白かったという方はぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録を済みない方はぜひそちらもよろしくお願いします。と、ということで今日はありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。バイバイ。めっちゃいいじゃん。いいかな。いいよ、めちゃめちゃいい。